なんか中ちゃんあれっぽいな。おはようございます。おはようございます。中尾さんです。今日は42キロ、最終回。3回目。今回は3度目の正直で、あのペース、距離ともに走り切りたいと思います。はい、今日諏訪湖に来てますね。ですね。ここ今ヨットハーバーでヨットがそこにいっぱいありますね。今22度ぐらいですか？涼しい。北海道マラソンと気候が一緒ぐらい気温がじゃないかということでタクプロが今日選んで、タクプロたちはあそこで今準備しております。あ、4時起き、はい、じゃあ私はここから、多分片道7キロの往復ぐらいかな。これですよね、はい、この辺にボートの抵抗があって、そことこの辺にスワッコランドかな、ありました、ありますよね、はい、この間ここ温泉なんで最後そこに入ろうと思って、はい、この間は往復7キロ、タクプロはこれを周回すると思うんですけど、はい、はい、ということで頑張ります。頑張りましょう。中ちゃんに自転車を借りたので自転車で撮影します。ちょうど曇りでいいですよね、感じに見えますけどね、いいですよね、汗がヒヤッとする。結構走ってる方も多くて、ね、うん、いっぱいすれ違いました。すごいいいですね、ここ。じゃあ私はあの本番のようにアミノバイタルを飲みつつスタートをします。はい、じゃあ、はい、じゃあ行ってきます。はい、いってらっしゃい。42キロ3回やって、今度はちょっと全体感的なところ、1回目2回目3回目でどうだったかみたいな、ちょっと暑さとか条件が違ったので何とも言えないですけど、1回目2回目3回目でなんかこういう変化があったとか、こういう成長を感じられたとか、まあ、やってよかったこととか、なんかそのあたりを。さっき言って条件がちょっと違うんで、うん、あれですけど、1回目はまあ42キロ走れてるんだけど、うん、後半落ちちゃってっていうところと、2回目はやっぱり途中でなんかもう本当になんかヒューズが切れるみたいに、はい、もう体がもう、うんうん、もうここやめみたいな、はい、あの体の声がそう言ってたみたいなところがあって、うん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 、でそれをなんか考えると多分気温31、2度を超えてくるぐらいだと、うん、結構自分の場合、はい、そこでヒューズが切れるかなみたいなところがあって、はい、ちょっと全然違う話ですけど、ん、去年一昨年かな、はい、あのトレランの練習会みたいなのがあって、うんうん、そこでも暑さで途中でダメになって、うんうん、ヒューズが切れる温度みたいな条件みたいなところが何かあるかなっていう、 あと3回やってその中で変わってきたかっていうと、2回目の35キロで終わった後は、うん、ちょっとやっぱりふくらはぎにダメージが残って、その後なんか割とすぐ、うん、ちょっと走るとすぐ、あ、張りが来るなって感じだったんですよね。うんうんうん、で今回あの3回目やって、はい、やっぱりふくらはぎにちょっと負荷が来てて、うんうん、あれだったんだけど、ただ終わって月か水と、まあそのリカバリーのジョグとかやって、で今日ほぼほぼあんまりダメージない感じなんで、うん、少し足はその分前回の35キロで終わっちゃった時よりも今回の方が少し良、くなってるのかなみたいな、うん、まあ、ふくらはぎならね、あもう少しね、お尻とかあのハムに来るぐらいだったらいいんですけど、でもまあ、うん、そこは少し違うかなっていう、そのダメージ期間が短くなったっていう感じですね。あ、それはいい方向に行ってそうですね。ちょっと足ができてきた感じはありそうですね。同じことを繰り返していくことで、あのこの時はうまくいったのにこの時はうまくいかなかったっていうのが出てくるじゃないですか。1回目は42キロ走れたけど、2回目は35キロで終わって、で3回目は42キロしっかり走れて、しかもタイムも良かったっていう。でも、やってるメニュー的には42キロ走なんですよね、これ全部。そう、この3回これを並べることで、ここはなんで走れなかったんだろう、ここはなんで走れたんだろうみたいなものが出てくるので、ここを並べてみると、あ、こういう条件でこうなると走れなくなるんだなとか、こういう条件でこうなると走れるんだなみたいなものがより
明確に見えてくるので、さっき中ちゃんが言ってたその31度とかになると失速していくラインなんだなみたいなものに気づけたりとか、あとは、24度5度ぐらいだったら最後までいけるんだなみたいなのが分かったりするので、なんか同じ練習をこうやって繰り返し何度もやるっていうのはすごく大事で、なんか一回やっただけで満足しないで、何回もやって何回もやって、なんで同じ条件でやってるのにこんな変化があるんだろうみたいなところを、そのまま置き去りにしないで、ちゃんと消化していくようにすると、どん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 自分の体、自分自身で理解できるようになって、悪いところがあれば潰していってっていうのができるので、同じことを並べて振り返ってっていうのはすごく大事なことなので、実際ね、2回目は同じスケジュールで自分も42キロ走やってるんで、その中ちゃんが35キロまでしか行けなかった日は、実際に自分も、残り5キロぐらいで結構きつくなったんですよ。あそこで結構気温が急激にドーンって上がったんですよね。でも、あれってレースでも同じことが起こる可能性ありますよね、うん、北海道マラソンとかで、うん、じゃあそうなった時にレースだったら35キロでやめるわけにはいかないので、うん、じゃあ何をすればよかったのかなっていうのをちゃんと振り返っておくべきですよね。そう、もうちょい早くペースを落とすべきなのか、なんかそのダメになった時にどういう対処が必要だったのかみたいなものを、ちゃんと振り返っておくことが必要かなと思います。実際に、自分だったらやっぱもうちょい早い段階で朝スタートして、気温って基本的にはもう上がっていくしかないんですよ、うん、だからですよね。だから残り5キロできつくなるそのちょっと前に気温が上がってきたなっていうのは絶対察知してるはずなんですよ。その段階で対処しなかったことが問題だなと思って、まあなんとかこれだったらいけるかなって思って行った結果残り5キロでちょっとバテてしまったみたいな。このなんとかいけるかなはなんとかならないことが多いっていうこれは結構マラソンあるあるかなと思うので、なんか気温が上がってったなって時に下がることはない、むしろもっと上がる、じゃあここで一回落としといた方が安全だなっていう判断が取れなかった自分をちょっと反省したので、うん、まあなんか中ちゃんもそういう、まあ、同じことが起こってたのかなっていう感じですね。もしこれがレースだったら北海道まで行ったのに35で終わっちゃったみたいな。確かに35でやめるわけにいかない。そうなんです。だからその2回目の反省をちゃんと新しい引き出しとしてちゃんと取っといて使えるといいかなと思います、はい、実際やってみてよかったかなと思うので、ね、一応結果は1勝2敗みたいな感じですけどまあそれでもやっぱり一応3回はやってるので、うん、それは確実に積み重ねが何らかの形ではあると思ってるので、うん、中ちゃんが今度やるのって4回目ですよね。もし42キロされるとしたら、うん、この4回目にやる中ちゃんがする準備と、じゃあもう1回過去に戻って初めてやる42キロ走の時の中ちゃんの準備で、4回目にやる中ちゃんからこの1回目の初めてやる中ちゃん見たら、いやいやその準備じゃ痛い目合うぞって 見えるじゃないですか、うん、これがすごく大事なんですよね。だからどん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 この42キロ走の回数を重ねていって、だから30キロ走だとちょっと足りないんですよ。42キロ走の想定で42キロ走のイメージがどれだけできるかっていうのの経験値が高い状態でスタートラインに立つことが結構大事だと思うので、次の北海道マラソンが、まあ、ある意味4回目の42キロ走になるので、そこでこの1回目の反省、2回目の反省、3回目の反省を全部詰め込んだ北海道マラソンにできればそこそこまとまるかなと思うので。確かに42キロ走って言われるとフルマラソンと同じじゃないですか、はい、給水もそうだし、ジェルは、うんうん、まあ、やっぱ補給しとかないと最後にハンガーノックになって、うん、それで走れなくなったってつまらないので、うん、ほぼレースに準じた何をするのかっていうことを考えるようにはなりました、ね、うん、レースに準じた考えをしてどう準備するかをやる回数がレースよりもっと増えるわけで、うん、2倍から3倍には、うんうん、考え方の面でも、まあ、言われるように少し進歩するんだろうなっていう気はしましたね、うん、42キロ走って言われるとちょっとレースのイメージ回しますもんね。だからいろんな服装にしても、はい、あれ、いろんなところをもうそれに準じたもので準備していかないと撃沈するんじゃないかっていう心配があるんで、そうですね、ある意味、まあ、雰囲気は違いますけど4回目の42キロ走になるんで結構まあリラックスしていい準備ができるかなと思うので挑みましょう。そうですね、はい、1点、はい、お詫びがありまして、はいはい、その日ですね、はい、朝早かったんで、はい、寝ぼけてて、はい、靴を実は、はい、忘れました。え、何で走ったんですか。たまたま
車の中にトレランの練習出しました、ね、あ、これ出したんですか。へー、その思い出に込めた俳句ですね。はい、これこのシューズですね。でもこれ実は結構こういう経験値大事で、あのレースってもうこのどうしてもこの靴でなきゃいけないっていう思いがあるんですけど、まあ、しょうがないからこれで走るかと思って走ったら意外と走れたっていう経験値って、何かあった時に慌てない心の免疫力を上げることにもつながるので、まあ、いい経験だと思います。やらかしました。はい、じゃあいきます。放置したトレランシューズに助けられ。おお、物を大切にちゃんとしときなさいということですね。放置してた。あ、そうです。車の中にずっと置いてあった。トレランの練習に行くときに保管してたの、あのストックコンビニに靴売ってないですもんね。それそうなんで、北海道マラソンで使うシューズはもう今からバッグに入れておこうかな。次にミスらないようにですね。はい、お疲れ様でした。はい、頑張ります。